激戦水産です。お世話になっております。というわけで本日カットしていくフィッシュがこちら、茨城県日立市産のオオグソクムシでございます。いつも買い付けに行ってる店がね、なぜかこの時期になるとオオグソクムシが入荷するということでね、こんなもん YouTuber 以外誰が買うねんと思うんですけれども、もう行ったら結構売れちゃっててね、まあ、大層な物好きもいたもんだなと思うんですけれども、本日はこちらのオオグソクムシを使ってしっかり手間暇をかけてエビチリ風にしていきたいと思っております。では早速フィッシュをカットしていきましょう。はい、というわけでこちらのオオグソクムシでございますけれども、こちらをね本日は本格エビチリ風にしていきたいと思いますので、まずはねサクサクっと下準備だけしていっちゃおうと思います。で、下準備に関してはね去年もやってるので、まあ慣れたものという感じではあります。まずねここの腹膜のところにプスッと包丁を入れちゃって滑らせてきまして、この中のね腹の中のね黒い内臓などをドロッとこうやって出してきちゃいます。こいつがねちょっと今潰れちゃった感じですけども、めちゃくちゃ臭いのでしっかりとこいつを絞り出してきちゃいます。うわー、もうこのシーズンくせえな。こちらね今のちょっと上がっちゃってるやつ、その死んじゃってるやつですねがいましたけれども、こちらはまだ生きてるので内臓もプリッと出てくるかと思います。サクッと出しまして、指でグーッと押してくるとね、こうこうこう、これがね綺麗な内臓でございますね。まあ綺麗っつうか汚いんですけどね、臭いしね。こちらを押し出してきまして、はい、じゃあこんな感じで取り出せましたらちぎり取っちゃってさよならです。いってめっちゃ噛まれた、めっちゃ噛まれました。ざっくり血出てる。これオオグソクムシねがっつり噛んできます。皆さん気をつけてくださいね。で、一通りオオグソクムシの内臓が抜けました。で、去年はねこの状態で塩茹でにしていったんですけれども、今年はねがっつりエビチリ風に仕上げていくっていうことで、去年はシャコみたいな感じでこのガバのところを切っちゃって尻尾跳ねてお腹の皮ピーッと剥いてってしたんですけども、生の状態だとね冷凍しないと結構シャコとか剥きづらいんですよ。で、おそらくオオグソクムシもそうなんじゃないかなと思うんですけれども、まず一旦ね試すだけ試してみましょう。尻尾のところを跳ねまして、もう可食部ねこの辺からしかないんですよ。横のところを切っていきます。こちら側からもね結構ざっくり深めに切っていかないと皮むけないので、でどうかな、生の状態でどのぐらい皮がむけるもんか、やっぱり生ではむきづらいな。めちゃめちゃむきづらいし、一応むけるにはむけたんですけれども、可食部がほとんど残らない、生のままむくのには適さないですね。では調理方針展開いたします。はい、では調理方針転換ということでね、一旦こちらに関しましては茹でます。茹でちゃえばね殻も剥きやすくなると思います。こいつもね一応同じ味の通りになるように茹でておきます。はい、では茹で上がりましたオオグソクムシでございますね。こちらはねさっき先に殻だけ剥がしたものですけど、まあ身がいい感じでね可食部ありそうだなっていう感じの塊方をしております。今度はちゃんと殻剥けるでしょうから剥がしていきたいと思います。このように尻尾を切っちゃって、横っちょの部分をざっくりと切っていっちゃって、よいしょ、出来上がった時にね見栄えがいいように頭だけはね残して切っていきたいと思います。足の付け根のあたりまでね切っちゃうとちょうどいいっぽいですね。さすがに2度目ともなるとねオオグソクムシの扱いも徐々に分かってくる感じでございますね。でこちら腹皮のところをビーッと剥いてきちゃいます。言うてね可食部うんぬんって言ってますけど、そもそもオオグソクムシの可食部ってねほんとこればっかりなんで、ものすごい少ないんですよ。ほぼほぼ食べるところがない食材でございます。よくねダンゴムシっぽいっていう感じでね言われますけれども、自分見た感じだとこの裏返したところよく見るとものすごく巨大にしたダニみたいに見えますよね。ダニもこのぐらいのサイズになったら食べられるんですかね。では一通り殻の剥き折りましたオオグソクムシでございます。でこちらに関してはね一旦本当は生の状態でね塩もみして片栗粉でねしっかりと汚れ取ってってやりたかったんですけれども、もう生の状態ではないので一旦この状態で水気だけ取っちゃって下味をつけていこうと思います。であとね他の具材とかもちょっと刻んだりしていこうと思います。まずは一旦このようにねキッチンペーパーにサンドしちゃって水気をしっかりと取っていきます。じゃあ一旦ね水気を取ってる最中、オオグソクムシさんは横っちょに置いちゃって、まずじゃあそしたらね、ネギ刻んでいきましょう。はい、ではこちらネギでございますね。ちょっとネギはね、青いところを今日は使わんということで、置いときます。で、ケツのところも切っちゃって、このまま刻んでいっちゃいましょう。はい、ではネギが刻めましたので、刻めたネギはこちらの器に分けておきます。
では一旦ネギ刻みましたので、水分の抜けたこちらのオオグソクムシたちを下味だけね先につけていっちゃいます。では改めてこちら水分の抜けたオオグソクムシでございますね。まずはこちらを塩コショウでね下味をパラパラっとつけていこうと思います。茹でてあるんでね、だいぶね味は絡みやすくなってると思います。でね、こちらに先に片栗粉をまぶしていっちゃいます。さらっとねまぶす程度に。はい、では片栗粉はね本当に薄くまぶせば OK って感じでございます。これはね下味の塩コショウがねエビチリのソースとかにね流れちゃわないようにっていう感じで周りをコーティングする意味合いでやっているって感じでございますね。前回はね本当にただの塩茹でにしてオオグソクムシの味素材のままを楽しんだっていう感じでございましたので、今回はね一旦ちょっとしっかり調理をしてみたらどうなるかっていうね、そういったまあ実験メーター動画でございます。でこちらでね片栗粉もしっかりつきましたので、オオグソクムシは一旦横に避けておきましょう。では本日オオグソクムシのエビチリ風を作るために使う食材を一旦ご紹介したいと思います。まずねこちら先ほどのオオグソクムシと今刻んだネギでございますね。でその後片栗粉まだ使います。そしてまずは A グループ、豆板醤、ニンニクチューブ、生姜チューブ、こちら A グループでございます。続いて B グループ、お水、ケチャップ、ガラスープ、料理用紹興酒、そして最後に C グループ、ごま油、ラー油、お酢でございます。本日はね、調味料としてこれらを使っていきます。まあ、並べたんですけれどもね、このままやるわけじゃなくて邪魔なので、一旦避けちゃいましょう。ではまず、先ほどご紹介した B グループの皆さんでございますね。B グループの皆さんは、合わせだれというくくりでの B グループでございます。で、まず合わせだれでございますけれども、まずケチャップでございますね。ケチャップが概ね大さじ3ぐらいかな。まあ、目見当で2、3ぐらいで、このぐらいで一旦入れていっちゃいましょう。だってこちらにね、まあ、100ml あります。こちらのお水を注いでいっちゃいます。はい。で、そこにガラスープでございますね。ガラスープもね、大さじ1ぐらい入れば OK かな。こんなもんで OK でしょう。はい。で、あとはね、こちらに料理用紹興酒も入ります。今回ね、料理用紹興酒使ってるんですけれども、紹興酒じゃなくて、普通の料理酒でも全然 OK だと思います。では、こちらの合わせだれをね、混ぜていきます。で、こちらで合わせだれができましたので、あとね、ちょこっとだけ水溶き片栗粉を作っておきます。で、この時にね、一緒に入れちゃうと、後々まで置いとくとね、片栗粉沈殿しちゃうんで、ちょっと別に水溶き片栗粉は作っておいて、使う直前に合流させるって感じでございますね。はい、じゃあ水溶き片栗粉も混ぜていきます。はい、では一旦これにてね、合わせだれの準備は完了でございます。では続いて最初にご紹介しました A グループ、豆板醤と生姜とニンニクでございますね。こちらねチューブのやつ今回使うんですけれども、刻んだ方がやっぱ美味しいでしょうね。一旦こちらフライパン、こちら今サラダ油が入っています。ごま油ね最初から使っちゃうと香り飛んじゃいますので、最初はサラダ油や菜種油でいいでしょう。ではフライパンがしっかり温まりましたところで、まずはこちらにニンニクチューブね入れていきます。刻んだやつだとなおよし。で同じぐらいの量のね生姜を入れていきます。ではニンニクと生姜が入ったところでね、一旦こちらを炒めていきます。香りをね出していきます。ごめんなさいね、ちょっとカメラ見えにくいようにしちゃうんですけれども、これ今油ですごいニンニク生姜跳ねるので、跳ねる方向の調整をしております。はい、ではニンニクと生姜がね非常に香ばしいいい香りに炒まってきましたので、ここに豆板醤を投入していきます。辛いの苦手なのでね少なめにしておきます。むっちゃ跳ねるんだわな。で豆板醤はねしっかりと炒めてからの方がいい香りがつきますし、味も際立ちますね。この時点でねかなり豆板醤の辛みが目にくるわ。はい、このぐらいね炒まってきましたらいいでしょう。でそうしましたらね、ここに本日のメインとなりますオオグソクムシたちを入れていきます。で同じタイミングでねこちら合わせだれも入れていっちゃいましょう。わー、なんかもう見た目が異物混入なんだよな。食品っていう感じよりも異物混入感が強い。ではね、オオグソクムシ自体にはもともと火入ってますので、ある程度火が入りましたらこの時点でネギも入れていっちゃいましょう。わー、ネギ入ると一気にエビチリっぽくなるな。できればこれエビでやりてー。
はい、ではネギもある程度ね火が通ってきました。もともとオオグソクムシに片栗粉ついてたんで、だいぶね今の時点でもとろみついてるんですけれども、もうちょっととろみ欲しいなというところで、こちらの水溶き片栗粉ですね、これ全量は必要ないな、ちょこっとだけ回し入れておきましょう。ちょこっとだけね、ちょんちょんちょんと、このぐらいでいいかな。はい、でこちらでしっかりとね片栗粉を回してとろみをつけていきましょう。はい、でこんな感じでね、もうだいたい炒まってきましたので、そうしましたらここで C グループの皆さんの登場でございます。こちらお酢とラー油とごま油でございますね。これね、ごま油に関しては本当香りが飛んじゃうので、本当にこのラスト付近に入れます。一回し入れるという感じのことですね。もう一回し、はい、こんなもんですね。でごま油一回ししましたな、ざっくりと混ぜていっちゃって、であとお酢ですね。お酢もね、これ初めのうちに入れちゃうと酸味が飛んじゃいますので、後半にちょいちょいと入れていきます。このね、お酢が入る入らんでね、だいぶ味変わってきますので、非常にねまろやかな感じにお酢が入るとなってまいります。であとはね、本当に仕上げの仕上げっていう感じで、こちらラー油を入れていきます。あんまり辛くならんよりね、多くは入れません。はい、ということでこれにてオオグソクムシの本格エビチリ風完成です。では本日もいただきます。まずはね、単純にエビチリソースとしての完成度、美味しさがいかがなものかっていうところで、ソースだけまずはいただいてみたいと思います。ではこちらのエビチリソースをたっぷりめに取りましていただきます。お、辛い、辛いながらもね、トマトケチャップやお酢でまろやかな感じになっておりまして、かつね、刻んだネギのシャキシャキとした食感が非常に歯触りが良くて、非常に美味しいエビチリソースでございます。これマジでエビで食いたい。では続いてでございますが、こちらエビチリソースをすっかりとスプーンに取っちゃいまして、こちらにこのオオグソクムシの身をほじくり出しまして、こちらにね、スプーンの上にソースとオオグソクムシの身を一緒に乗せて食べていこうと思います。ではこちら、たっぷり贅沢に2尾分乗せました。ではオオグソクムシの本格エビチリ風、いかがなものでしょうか。いただきます。普通にうまいんだよな。なんだかんだ言ってオオグソクムシ普通に甲殻類の風味あるんですよ。なのでエビチリのあのエビとこのチリソースの合わさったあの風味、間違いなくここから感じられます。美味しいです。ただ惜しむらくはエビのあのプリッとした食感、あれがあってこそのエビチリですよね。オオグソクムシすごくね、歯ごたえのないふにゃふにゃっとした身なんです。二度目になりますけど言わせてください、エビでやりたかったってことね。だいぶ手間はかかりましたけど、まあ美味しい料理ができましたということで、本日もエナジー注入1本いただきます。美味しいございます。ではでは、あとはのんびりと味わっていきます。では本日もごちそうさまでした。ということで本日は茨城県日立産のオオグソクムシ、こちらを本格エビチリ風にしていただきましたけれども、まあ普通に美味しかったですね。ただ何度でも言いましょう、エビチリはやっぱりエビであれ。オオグソクムシでもね美味しかったんですけれども、正直な感想を言うと、多分これバッタでも美味しいと思います。皆様もね、オオグソクムシご興味があれば一度ぐらいは食べてみてもいいかなと思います。ということで本日の激スマスイさんはここまで、また次回の動画でお会いしましょう。またね。